Bill Cut。はい、ということで今回からじゃねえや。今回は、ドラゴンクエスト10の、冥王ネル、ゲル戦ですね。これ今までドラクエ10あんだけ配信やってて、なんでここだけ動画なんだよって感じなんですけど、ちょいちょいね、動画撮ってなくてストーリー進めたところがあったんですよね。キーエンブレムも、なんだろう、どこだっけ？ドワーフのとことか、ウクリポのところとか多分、配信してないんじゃないかな。動画外で、友達と、いつもやってる、トシキとジェイか。あとサポート仲間一人入れて、クリアしてたので、まあ、ね、今回もいいかなと思ったんですけど、まあさすがにね、冥王ネルゲル戦、第一シーズン、バージョン1か。の、まあ、ラスボスということもあって、さすがに動画くらいは撮っておこうというところでね、今、音がね、ドラクエちょっと、権利が強そうなんで、多分弱いの、出てないのかな？これプレステ4で録画してるんですけど、特に何もいじらずに、BGM とかがないから、ないっていうか、うっすらたまに聞こえるけど、なのでまあ、こっちで勝手に BGM つけたり、僕の声で、まあなんか、音出していくしかないかなって感じですね。で、この、はじゃぶねも、はじゃせん?もう、配信してなかったんですけど、配信外のところで、まあ、友達とクリアしてて、その、500年前だっけに途絶えてるんだけど、その、レイジュっていうガキンチョウを、なんとかはじゃぶねの継承者にしてて、もう500年後まで絶対途絶えさせるなって、今、過去にそのレイジュというガキに途絶えさせるなって言って、で、今に戻ってきて、現在継承されて、このおばちゃんが継承してくれてて、おかげでこのネルゲルの心臓、冥王の心臓に行けたよっていうところですね。で、なんだろう。結果から言うと、そんなにネルゲル強くなかったかな。まあ、サポート仲間が強かったっていうのもあるけど、この冥王の心臓だね。ここで聖者の灰があって、まあ、ドラクエやってる人ならわかるけど、聖者の灰って結構、貴重なアイテムじゃないですか。なので、まあ、汚れた包帯はもう、迷いなく捨てて、聖者の灰取るよねっていう、とこかな。これ、まあ、まがしいステージだよね、ここね。あ、で、そう。多分、最後の配信からだいぶ見た目変わってると思うんだけど、これ天地雷鳴士に、っていう職業に転職して、その職業クエストを、第4話か。もう、5話分の4話まで進めて、その職業クエストっていうのやってると装備がもらえるんですよね。その職業専用の装備。だからこの白い巫女みたいな格好は天地雷鳴士の専用装備ですね。素敵だよね。これ結構個人的に好きかもしんない。持つならずっとこれで行きたいくらい。ここで、エルフ時代の自分が出てきて、なんかね、ネルゲル、まあ、ざっと言っちゃうとネルゲルは、まあ今言ってくれてんだけど、死者の魂を回復装置にしてるっていうね。だから、死んだ人を、まあ要は死んだ人は、ネルゲルの回復役だよっていう。ネルゲルが傷ついたら、死んだ人の魂を使ってネルゲルは回復すると。噛みすぎ！でも、このね、エルフ時代の自分はね、ま、死んでるっちゃ死んでるんだけど、なんか知らんけど、ネルゲルにこうやってね、対抗することができるんだよね。で、ここがマップ、そうね。これ、みんな見た？謎の光。見てない人もう一回巻き戻してみてほしいんだけど、この階段の先に、宝箱があるみたいな感じで、ただね、このドラクエ10全般的に言えるんだけど、移動がゴリだるい。本当にだるい。8倍速よ。まあ、敵と戦ってるってもあるけど、8倍速でこんだけ歩かされてんのよ。宝箱取りに行くだけで。で、ここからがもう絶望なんだけど、さあじゃあ、宝箱、なあ、楽しみだな。あら、黒いぞ。黒い宝箱だぞ。おっと嫌な予感がするぞっていう。
黒い宝箱っていうのは、専用の鍵がないと開かないんですよ。で、我々持ってなくて、はい、無理でしたーっていうね、ネックが先陣切って言ってくれたんだけど。で、ここがドアですね。謎の光マジで、もう、やっちゃうよ。拳で。21歳まあ、私は24歳ですけれども、ここで魔法の先生ちゃんと MP をね、天地雷鳴者は結構、MP 管理しとかないと、いつの間にかなくなってるっていうパターンが多いから、MP 回復しといて、で、パーティーは賢者、バトマスで自分が天地雷鳴士って感じかな。ネックが賢者。このシンクさんっていうのは、サポート仲間ですね。会のサポート仲間ですね。ここですよ。このなんかさ、構図さ、ドラクエ Q のさ、ラスボスなんだっけ、打天使。エルギオスだっけ、あれに似てない？エルギオスっぽいよね。確か、もう僕もドラクエ Q やったのだいぶ前の記憶だから、覚えてないけど、エルギオスもなんかああいう卵みたいな、なんか育成装置みたいなのに繋がれてた気がするんだよね。これがネルギルですね。結構久しぶりに見ましたね。ようやくこのたどり着いたが、エテーのためによってね。イケメンよな、ネルギルな。なんか、羊っぽい。牛年なのに羊っぽい。あ、待って。あ、そうかそうか。いや、なんでもないよ。これもしかしてさ、ドラクエ10が何年にできたか知らないけどさ、このバージョン1が。この、できた年がもしかして羊年だったとか？いつできたか知らんけど。あ、そうそうそう。で、これあんだけもう一人のエルフじゃない、キョンタロウに、気をつけてねって言われたのに、普通に飛び出してって、死者の呪縛みたいな、呪いみたいなのにかけられるんだよね。で、このもう、エルフじゃない、キョンタロウからしたら何やってんだよ、こいつみたいな。あんだけ言ったのに、これはなんか死者にしか解けない、呪いっぽいんだけど、まあ、このエルフ時代のキョンタロウは、なんだろうな、転生っていうか、この何？エルフ？こいつが、死んでるのよ。全く別人で。死んでるんだけど、このキョンタロウが、死んだことによって、このエルフに転生するのよ。だから簡単に言っちゃうと、このエルフは一回死んでるのよね。だから今、ネルギルもびっくりしてるけど、死者。だから、呪いが解けたわけ。キョンタロウにかかって、今かけられた。来たよ。始まったよ。まあ、このね、パーティーリーダーがカイなんだけど、強いでね、戦ってくるんですよね。男だよね。男だよ。まあ、もちろんね。ここでね、ドペディ召喚したのはね、若干失敗だったかなっていう感じよね。っていうのも、ドメディっていうのは、なんか攻撃とか、回復とかを、まあ、よく言えばそつなく万能にこなしてくれるタイプなんだけど、天地雷鳴士って4体、ドメディも含めて4体召喚できる、なんだっけ、幻魔か。幻魔がいるんだけど、1体が魔法攻撃とか、もう1体が物理攻撃とか、もう1体が、回復とか、で、今召喚したドミニーが、まあ、そつなくいろいろこなしてくれるよっていうやつなんだけど、なんかね、ちょっとラスボスだから、状況に応じて、まあ、何、いろいろやってくれる方がいいかなと思ったんだけど、とりあえずね、これ僕の個人的な感じね、で、地雷鳴士は、とりあえず、回復特化の現場、カカロンか。カカロン安牌な気はするんだよね、正直ね。攻撃役、特にこのパーティーだったら攻撃役が2人いるわけじゃん。で、賢者は回復と魔法攻撃両方に分かれられて、ってなったら、まあ、若干回復が足りないわけだから、カカロンで、良かった気もするんだよね。まあ、そりゃもうどうしようもないんだけど。こいつね、なぜか途中で、アークデーモンとか、なんだっけ、黄色いアークデモンとか召喚して、なんか自分も一回下がるんだけど、あいつらが思ったより弱かったから自分が出てきて、でまたあっさり自分もすぐやられちゃうと。1分47秒で部下たちも含めて討伐されちゃうんだよね。ただまあ、ドラクエのラスボスはそんな第一形態で終わるようなやつらばっかりじゃないよと。
いうことでね、グルヌプモからエティロに生きる者がこの名誉に膝をつかせるなと、全世界を闇の封印に落とすという大望があるな、くったらない大望持ちやがってお前、中二でも思いつかないわ、そんな全世界を闇の封印にしようみたいな。でこのね、変身後がね、ちょっとね、まあ、このイケメンネルゲルからは想像できないような、毎回そうなんだけどね。最近で言えば、あのドラクエ11が一番あったらしいかなの、まあ、ラスボスがウルノーガじゃん。ウルノーガもまあこれ変身するんだけど、変身前と変身後でちょっと違いすぎるだろう、キモすぎーって、グナーって、あーすごいすごい、あーすごい取り去っちゃったよっていうね。このね、これどっから生えてんのっていう、上が絶対出てこないんだよ、どっから生えてるのっていう、本体どこって、あの煙の中に隠れてんのかな。あ、これですね、これですね。ドンキーコングですよ、ドンキーコングマジ。ゴリラ、ゴリラ。あのイケメンを、あのイケメンを無駄にして、この、これっていう。なんかあれだよね。どんだけ世界を闇に落としたいかっていうのがわかるよね。でも、僕だったら、あの顔を捨ててこれになってまで、世界を闇に落とそうとは思わないもんね。あの顔のままなんか、負けたら負けたで、あー、じゃあちょっとこの顔のまま違う道目指すか、モデルでもやろうかなってなるよね。魔王モデルなんて、ね、絶対最初は話題性高くて人気出ると思うよ。なんかこのさ、でっかい変身後のラスボスとさ、それと戦うのがなんかこの異空間でさ、でなんかその異空間に誰かが、何？地面っていうか、赤い死んでいく。この構図見たことあるよね。ドラクエ11の某ニズゼルファみたいな。ニズゼルファ戦みたいな感じの構図ですけど。まあ多分作ったのこっちが先だから、あっちがパクってるかもしんないけど。僕的には11の方が先にやってるから、もうニズゼルファじゃん。右腕倒していく。そうで、今回はあのカカロン召喚しているよね。っていうのもやっぱ変身後はさすがに強いから回復特化にしようかなっていう。で、今左腕を倒して、で、まああとは本体叩いていくだけだよね。で、そう、バルバルっていう、まあ、あの物理攻撃特化の研磨を召喚して、もう攻撃に徹するわけ。と思ったらネックが死んでいくんだよね。賢者なんですよ、賢者。賢者死ぬのはでかい。で、ここで、ただ、そう、カイが世界中の幅使ってくれるんだよね。やっぱカカロンの方が良かったかなって、今これ見ながら、思うは思うよね。まあ、でもカイもね、また死んでいくしね。ただ死んだまま倒していくっていう。そのダメージ的には、体力的には全然余裕だったんだけど、あっちの攻撃力が強いっていうのと、まあ、カイがバトマスだったから、バトマスと賢者だったから、防御力にちょっとね、不安があったっていうのもあるよね。で、これエンディングはあの、権利の都合上カットされましたね。プレス4はあの、制作会社が動画にしないでっていうところは勝手にカットしてくれるんですよ。なんでまあ、急に、あの、帰る映像もなく、もう、山頂に戻ってきましたね。これ、放浪がやってきて、まあ、これ、バージョン1はとりあえずこれで終わりなんですけど、ドラクエ10って、あの、現時点で、バージョン5、ん？ 5 っていくつまで出てんのかな？だから、あの、バージョン2？ 次のシーズンへの、なんか、道しるべとか、そう、これでお主の旅が終わったわけではないと。次のストーリーへの、まあ、ちょっと、イントロ的な感じ。勇者姫ね。勇者姫を助けてほしいっていうのが、
まあ、次回のストーリーだよというところで終わりますね。今回は次はレンダーシアの地で会おうと、っていう終わりですね。ドラクエ10ね、本当に面白いんですよ。本当にストーリー、システム、いろいろめっちゃよくできてて、すっごい好きなんですよ。もともとドラクエ好きだし、面白いんだよ。本当に面白いんだけど、とにもかくも本当に移動がだるすぎる。だるい。